そうする。はい、こちら時間になりましたので、NHK 東宝定例の記者会見を行ってまいります。まずですね、それで今日、2時半からちょっと最後、電話会議での裁判に参加しなければなりませんので、2時25分には一旦出ます。もし、ただ終わりにできれば終わりにしたいんですけど、もし2時25分現在でまだご質問があるようでしたら、ちょっと15分、まあ、裁判、電話裁判はそんな5分10分で終わりますので、25分ぐらいから中座して、遅くても40分ぐらいに戻ってきますので、まあ、基本的にこの会議というのは私は逃げないというか、質問がなくなるまでやりますので、これが原則なので、2時25分までに終わらない場合は、一旦10分か15分ぐらい休憩をさせていただいて、裁判、電話会終わりしたいに戻るということで、戻ることをさせていただきます。で、まずじゃあそういう意味で裁判から行きましょうか。いろんな裁判してるんですが、ここでも一度ちょっと発表したことがあると思うんですけども、女性が2人、YouTube で、NHK 党が、まあ、中国共産党とつながってるみたいな発言をされているラット党っていう、ラット理論のですかな、ね、そこについて昨日、東京地方裁判所の方で仮処分決定が通りました。で、まあ、今月からですね、仮処分の決定が通ると、自動的にプロパイダーとの訴訟っていうのが割愛されるということで、法律の改正になっていますので、まあ、それで、誹謗中傷されているラクダという、まあ、団体なのか人物なのか、まあ、そういう名称や住所っていうのが、この後ですね、開示されるということになります。で、まあ、皆さんにできるだけ情報を共有してもらった方がいいと思いますので、これは YouTube 側に、いわゆる Google 側にあったわけではなくて、このラクダというものが Twitter 上でもいろいろと、まあ、それを拡散するためにツイッターを利用したりしているので、まあ、NHK 党が中国共産党の見方とか擁護しているとか。で、裁判所から言われたのは一つです。なんかその中国共産党とつながってないことを証明してくださいみたいなことを言われたので、私は中国に行ったこともありませんし、中国語もニーハオしか言えませんし、中国の友人も知人も基本的には、まあ、電話番号に入っている人すらいない。つながりようがないということで、まあ、裁判所もそれを認めてくださって、開示ということになりました。で、裁判は他にもですね、今度は逆に困った裁判の話をしますと、桃太郎という名前で、もう名前出しちゃいますけども、まあ、弁護士のですね、石森慎太郎さん、YouTube かな、広島の弁護士で、石森雄一郎さんですね、石森雄一郎さん、広島弁護士会所属の方が、まあ、匿名で、まあ、実名と匿名を使うという、なかなか素晴らしい、これはもう褒めちぎりますから、今から褒めちぎるので、皆さんちょっとよく聞いていただきたいんですが、まあ、特に誹謗中傷をしたと言われて、まあ、開示請求なりされてですね、訴えられた人側の弁護士としてはすごい優秀な弁護士であるということで、どういうことをされたかというと、まあ、石森雄一郎というツイッターで NHK 党の批判をされていました。でそこで、全く別のですね、桃太郎という匿名のアカウントを使ってですね、NHK 党の、まあ、誹謗中傷を、まあ、誹謗中傷にならないという判断なんですけど、まあ、悪口を言い続けてたと。
で、別に悪気がなければ堂々としてるんだと、その石森雄一郎という弁護士名で攻撃したらいいんですけども、その桃太郎という同じ人格が2つのアカウントを持ってやってきてるわけですね。そもそもそれ自体が多分ツイッターの利用規約違反だと思うんですけど、要は弁護士が自分が正しいということを第三者のふりをして、この石森弁護士が言ってることが正しいんだと。NHK 党が、なんか、地大君の事件で警察に被疑者として呼ばれたことが、想像できるみたいな確認を、みたいな、そういう確認をして、で、仮処分の決定と、プロパイナーとの訴訟が多かったので、この石森雄一郎さんという弁護士の住所と名前が開示されて、裁判をしましたけども、結論とすると、正確に言うと、私、立花隆個人でやったので、これが負けましたと。で、NHK 党に対する名誉毀損はあるかもしれないけど、立花隆さんに対しての名誉毀損はないというような判決で、書き込み内容はやはり名誉毀損になるんじゃないかというような感じの判決でした。NHK 党が原告であれば勝ててたんじゃないかなって、うちの福永弁護士は言っていますけども、で、これは、皆さんに別に裁判の勝ち負けよりも、皆さんにお伝えしたいのは、弁護士さんが匿名のアカウントを使って、その国政政党の悪口を言ってたということは事実としてあります。これはもう動かしようのない事実です。で、その悪口が違法かどうかについては、違法じゃないという判断だったんですけども、で、本人は、その、桃太郎というアカウントを削除しただけじゃなく、この石森雄一郎さんというツイッターも削除して逃げています、現在も。もちろん消した以上に復活できないので。で、裁判中は、被告の石森さんという名前を出さないでくれということで、一生懸命申請をして、被告 A という状態で、裁判をやってきたと。で、弁護士なのに、お友達なのか知りませんが、自分の知り合いの弁護士4人を連れて、5人の弁護団を結成してですね、裁判を戦い続けたと。で、もうすんごい分量の、裁判資料、証拠などを出してきて、裁判長が、いやだからもう、間接証拠は結構ですみたいな形になりました。つまり、例えば、立花さんは今、威力業務妨害とかで、いわゆる被告人になってるから、この人の言うことは、ちょっと成敗しなきゃいけませんみたいな、そういう、だから、この人は他のことで悪いことしてるから、こっちも悪いのは政治家としてもダメなんだみたいな、一生懸命証拠は出してきて、こちらとしても、本当に必死にやったわなと。裁判勝つために必死にやってるな、懲戒処分とかもされる可能性があるので、必死にやってるなと思いながら見ていましたけども、石森先生がこれ一審勝ちましたので、石森弁護士ね、やっぱこちらも控訴しないということなので、いわゆる素晴らしい弁護士だということです。繰り返しますが。いわゆる、名誉毀損されて、匿名とか、いろんな方、匿名も実名も含めて名誉毀損されて訴える、それを助ける弁護士さんという、福永弁護士とか、清水さんって一番最初の弁護士さんにいたりとか、最近では藤吉先生とかね、弁護士とか、それいらっしゃるんですけど、特に匿名の、自分の名前を使わずに匿名の書き込みで名誉毀損した人の弁護をする弁護士っていうのは多分今日本でポッと出てこないと思うんですけど、あんまりかっこいいものじゃないので、内緒で人の悪口言ってそれが正当だっていうのが弁護士なんで、いない中で、この広島弁護士会の石森雄一郎さんは、自分でそれをやられて買ってる弁護士さんなので、ぜひ、誹謗中傷して困りの方はですね、石森弁護士を使っていただきたいという褒め殺しでした。はい。で、他に裁判のこともあるんですが、今日の裁判ちなみにですね、せっかくなんで、簡単に概要を申し上げますと、昨年10月に総選挙ですね、衆議院総選挙がありました。で、兵庫県の南部だったかちょっと忘れましたが、兵庫県の12区かちょっと忘れましたが、出ろ立候補するっていう方が、NHK 党にも訴えてきてるんですけど、300万円の供託金をお支払いいただいたのが去年の9月の28日。で、我々は供託金を10月の11日、告示が、19日なんで、8日前に、当時、立候補予定の28分まとめて支払ったんですけど、供託金の支払いが遅いとか、いうわけのわからない、主張してですね、立候補を辞退されたんですが、
まあ、立候補を辞退するまでの間、立候補表明して辞退するまでの間に、もう政見放送の政策に当たっていたために、この部分の政策費が400万円かかりますよ。だから、お預かりしている300万円、供託金の300万円を相殺しますよっていう裁判をしているところです。まあ、こちら側にね、ちょっとあるんだったら、その400万円としても当側で全額あるいは一部負担しようと思っているんですが、まあ、ちょっとそのこちら NHK 党側としては完璧な対応してきたにもかかわらず、混乱をさせて損害を与えたということで、裁判をしているということであります。あとはガーシーのことか、ちょっとガーシーのことは後にして、今ね、YouTube 広告を一生懸命作っていまして、できれば今最新のものは今12分で松戸で流すんですけど、できれば60分ぐらいの党の YouTube 広告を今作って、請求書の受け取り代行であったり、まあ、それを代行することによって、まあ、委任している司法書士事務所に委託してもらうことによって請求書が届かない、 NHK からの電話もかかってこない、もちろん NHK の訪問も止まる、究極のまあ、もう NHK と付き合う必要性がないというサービスを展開しています。もちろん裁判になっても NHK とか全部お支払いしてしまいますので、NHK と契約はしているけども、もう NHK からの連絡が基本的には来ないと。まあ、NHK とか存続する限り来ないというサービス。これがうちの売りなので、まあ、安心して受信料を払いしてほしいというようなものを含めてですね、60分ぐらいの YouTube 広告を今、作るというところで進めておりまして、まあ、特にこの YouTube 広告は費用対効果が非常に高いと思っておりまして、でそれとは別に120分の YouTube 広告を今制作に入っております。まあ、映画バージョンです。こちらは、ちょっと立場が何者かわからない人がまだ大勢いらっしゃるっていうのがあって、まあ、僕が元 NHK の職員です、しかも19年4ヶ月も NHK で働いてましたというと、皆さんって驚く方がまだ半分ぐらいいらっしゃるんですよね、世の中に。もちろん僕の顔を見ても誰かわからないっていう、特に20代30代の女性を中心に、逆に10代の女性は知ってるんですよ。教科書に出てくるから、3年生の中学校3年生の公民の教科書にもう僕3年前から載っているので、まあ18歳ぐらいまでの子どもたちは、ね、学校の授業で立花隆を習うので10代の子どもたちはむしろ知ってるんですが、20代30代、まあ、40代も含めてですけど、女性の認知で非常に低くて、まあ、それを、まあ、俳優さんを使って映画化をしようということで、まあ、2時間ぐらいの尺で、まあ、1時間半から2時間半ぐらいの尺で映画を作って、まあ、これを、まあ、僕の YouTube 見てる人に見てもらったらあんまり意味がないので、いわゆる YouTube 広告という形で、まあ、YouTube 広告が始まったら2時間の映画を見せられてたみたいな感じで、まあ、これもね、ほん10円くらいで見てもらえるんですよね。だから YouTube 広告で非常に今ローカルでも出るし、そういう全国に対しても見出したらもちろん面白いから入り込んでいくような、もちろん感じでのタッチで、まあ、映画化を進めていて、まあ当然その皆さん、最終的には皆さん受信料払わなくても大丈夫ですよっていうことを伝えていくための映画を作成に入っております。なんとか年内には完成して、年始にはYouTube 広告で流していきたいと。 YouTube 広告なんて見たくても見れないですけどね、YouTube 広告流れてこない限りは映らないという、YouTube 広告独特のものがあるので、しばらくはそれで話題をさらいながら、まあ、半年とか1年とか経ったところで一般公開、見たい人が検索できるようにしたいなというように考えております。で、僕のほうは最後ですが、例の、まあ、うちの党所属のガーシー議員についてですが、まあ、参議院の議員運営委員会の委員長、この石井委員長からは、帰国して、まあ、登院するようにと、こういう文書での要請をですね、浜田、まあ、あれ、海外だから何なのかな、海外代表になります。海外代表ですね。はい、これは皆さんからすると NHK 党って代表立花じゃないかと思われる方が多いと思うんですが、これはあくまでも政党としての代表は私立花であって、参議院も衆議院も会派制というのを取っていてですね、NHK 党という会派、まあ、今年の夏まではみんなの党という会派になってましたけども、こう
国会運営って全て会派で行いますので、NHK 党会派の代表というのは、まあ、ガーシーと浜田あ参議院、ガーシー参議院と2人で会派で、どちらかが代表で、浜田あ参議院が NHK 党会派の代表者というところで、浜田あ会派代表に文書が届いていると。それに対して、浜田参議院というか、浜田会派代表者が回答しているという流れです。だから、NHK 党に対して申し入れをしたっていうのは、あれは政党の NHK 党じゃなくて、NHK 党会派っていうことになります。で、もうちょっと、うちの場合は NHK 党会派の議員と NHK 党の政党とは全くリンクしてるんで、分かりづらいんですけど、例えば国民民主党さんを見てもらえれば分かるんですが、私の代表はそれぞれ会派も政党も玉木雄一郎さんが代表なんですが、参議院の国民民主党の会派っていうのは違う人が代表者をしてるんですね。玉木さんじゃないと。で、そこに、無所属の例えば上田先生ですね、埼玉の上田、下の忘れちゃった上田先生と、この間滋賀の知事から国会議員になった片先生なんかも、無所属、政党は無所属だけども、会派は、国民民主党っていうか、国会議員もいらっしゃいますので、その違いです。で、だから、まあ、浜田の方に申し入れがあって、昨日浜田の方が記者会見をして回答を、まあ、囲み次第に答えていたという状況なんですが、ちょっと前置きが長くなったんですが、まあ、男子に関しては、もう、参議院の方で除名処分をするっていうことであれば、我々としてはいたしかたないっていうのが、まあ、正直な感想です。もちろん抵抗はします。裁判をするなり、やりますけども、まあ、国会に出席しないからといって、それを辞めさせるっていうのは、本当にそんなことができるのかって、すごく疑念、僕自身の YouTube でも伝えてる通り、疑問なんですよね。国民が選んだ国会議員を、別の国会議員が辞めさせる、しかも不正とかじゃなく、ただ国会に来ないだけっていうようなこと、いわゆる犯罪でもなければ、誰かにめちゃめちゃ迷惑をかけてるわけでも、迷惑行為してるわけでもないので、で、そこについては、参議院のその、議員の委員長、議員運営委員会の委員長の石井先生も、直接ではないですけど、ご理解、まあ理解をされてるということを、浜田君伝えて、まあ、議員伝えでも聞いております。まあ、メディアの皆さんは、どうしても除名とか処分とかっていうようなところで、騒がれているようですけども、少なくとも今、議論の委員長の石井先生のお話をお伺いする限り、ガーシーに対して除名処分とか、何らかの、まあ、懲罰も含めて行うような話は一切、こちらにも来ていないし、そんなことを、立法府の人間がするとはもちろん思っていません。まあ、世間ではだから会社に来ないとか学校に来ないと辞めさせるみたいになると思うんですけど、ちょっと国会議員というのはそういうものでやっぱりないので、やはり6年間の任期というものがあって、それを選挙で選ばれた以上は、もちろんその世論が大きくなってね、もっと辞めろ辞めろみたいな話になるんだったらまあ別でしょうけど、まあ、ガーシー議員の場合は、もともと国会行かないということを宣言しておりますので、まあ、それで途中でまあ行きたいなという話があるんですが、まあ、最初からとにかく行きますって言ったわけではないので、まあ、その辺はちょっと大きく選挙前にちゃんと言ってるというのを思ってます。ただ、もちろん、世論がですね、これはもう6年やるのはおかしいだろうみたいな形になって、処分が下るということになった場合にはもう致し方ないなというふうには各党としてはそれを考えています。ただ、なぜガーシーを公認したのかということについては、一番の理由は NHK の被害者をお守りするという、この一点につきます。我々がもし夏の参議院選挙で 2% を割り込んでいるようでしたら、今 NHK の衆議院の活動がピタリと止まっていますし、まあ、NHK 自身がですね、自ら認めて出勤業来年秋で辞めるとかですね、やっておりますけども、まあ、我々の勢いが止まれば NHK がまた悪いことをしてくるという可能性もありますし、現在も中勤の被害はほぼなくなりましたが、まあ、NHK から裁判されておられる方もいらっしゃいますので、一部の目的は私は NHK の被害者を守りするために NHK 党を作りましたので、それを存続するためにガーシーと組んだと
というのを、これも選挙前から申し上げている通りです。ですので、ガーシーがいかなることであろうとも、党としてはガーシーを履行させたこと、ガーシーを今も国会議員として、参議院議員として、そのまま在籍してもらうことにさせていることについても、何ら恥じることもなく、むしろ誇りに思っております。ちゃんとした仕事をしていると思います。で、暴露についても、まあ、今、芸能人の暴露が、そうそう出てきております、まあ、ガシュの方で出てきておりますけども、まあ、芸能人の暴露が全くこの国のですね、政治や社会に影響がないとは思っておりません。どんな形でですね、まあ、ある芸能人ということはある程度有名人で、それなりの例えば、まあ、違法薬物の問題とか売春の話が出てきていますが、まあ、事実だとすれば売春防止法違反であったりとか脱税ですよねとかいろいろな問題が出てきますよ。でその裏側に芸能事務所がですね、巨額の、まあ、お金を使ったり、メディアとのコネクションを使って政治家の性を、まあ、隠したりとかっていうところで、どこでどうつながってくるか分かりませんので、まあ、芸能人の暴露しているからといって僕は政治の仕事をしていないという認識はしていない。まあ、もちろんね、今後本当に全くその関係のない、ことが判明してくれば、それは何もしないというわけではないですが、今のところ当座ガーシーの行動に関しては党としては、良しとしているという状況であります。で、あとね、ガーシーが言ってた居眠りしている国会議員の、まあ、頭を叩くということについては、まあ、これは発言したことも事実ですが、まあ、これさすがに頭を叩いたりすると、まあ、傷害罪となりますし、暴行罪か、もちろんガーシーが日本に来ていませんので、戻ってきておりませんので、そこは私の方で代行したいと思っていまして、今、私、こうやって参議院議員の全員バッジつけてますが、これ、国会には入れるんですが、賛成ができないんですね。で、今、ちょっと秘書に確認したら、政党で一人国会で撮影をする、申請をして通ればできるということなので、私、NHK 党代表の党首の立花がカメラを持って、居眠りしている議員を撮影する目的で、参議院会館の本会議や委員会に入れないかという申請を今からすることに先ほどの会で決まりましたので、まあ、これが決まれば、まあ、頭を叩くと当然傷害罪、暴行罪になりかねないので、居眠りをしている議員を撮影をしてそれをアップロードに一部上げてしまえば、まあ、居眠りもなくなるだろうし、まあ、緊張感も、僕が、まあ、カメラ構えたら皆さん緊張感が出るかなと、まあ、っていうのも、この話で言うと、今日も午前中ですね、さっきの質問が行われて、まあ、質問した人がそのまま席に戻って居眠りしているのではないかというような、まあ、ちょっとあえて誰とは言いませんけども、でそれをですね、カメラが取り上げないんですよね。で、実はその英邦さんっていうんですけど、この国会に入っているカメラ会社っていうのは、実は NHK が仕切ってると。まあ、半分ぐらいは NHK の OB。NHK の関連だっていうのも現職者が聞いているので、まあ、なかなかね、国会議員が居眠りしてる映像って出てこないと思うんですけど、まあ、もちろん出なくないわけじゃないんですけど、まあ、常にこう撮ってるところがいったらバーンしてですね、居眠りしてる人がアップするとかあんまり出てこないのは、ちょっとその辺の忖度もあるのかなと。今 YouTube 上で再生数が上がるのはやっぱり地方議会でも居眠りしてる人の再生数ってすごい上がるんですよ。何百万回もあるので、まあ、その辺の役割、今ガーシー議員の本来公約した役割については私の方でやっていきたいなと思っております。長くなりましたが、私の